吉田さん、そういえばね、私のあの例のパパママプロジェクトの動画がですね、児童の個人情報を晒したかなんかという影響ですかね、吉田さんのチャンネルにも影響を及ぼしちゃって申し訳ないと思っております。まあ私はあの後、慎重にすることになったんで、うん、あれも一つの経験としてやっていくんですよね。最大値で私、ペナルティ3まで来て、 で、もう一個なんかがあったらもうアカウントが閉じられるとこまで来たんですけども、なんとか回復して、ペナルティも消えて、私も今ね、ステータスとしては、吉田さんと同じワンポイント、ワンポイントで、警告だけってことになって、あとは全部消えてるんですよね。ラッキーだと思うんですけども、でも、あそこに登場したカンボジアの女の子は、6歳なんですよね。6歳にして、私からの費用の提供がないと、学校にも通えないんですよ。あの、 あの子だけじゃないんですけども5歳6歳で、まあ、井戸水をこうね水をね汲みに行くのに1日3時間行ったり来たりしないといけないとその間とてつもないことですけども勉強してる暇がないとかね勉強しなければ将来文字も読めないし理解力も乏しくなって情報もないですから選択肢が狭まって結局目の前の作業をするしか生きていく術がなくって貧乏が連鎖するみたいな。 ででで、でも学校にに行く権利を、私が万万円円払払ううこととよよ。よってね、ね。年年間間変ええるるわけすすん、ね、そうなると選択肢ってのはかなり広がってきてで私にではないけどもこうやってどこの誰か分かんない人からの支援を受けて学校に帰るっていう風な経験をした人ってのはきっと自分が花開いた時には誰かに同じようなねことをやってみたいと思うんじゃないかなと思うんですよ。 そうやって徐々に徐々に助け合いの輪が広がっていくと思うんですね。で、私にとって、1年間で1万円払うことっていうのは、そんなに費用の負担はないです。まあ、むしろね、ちょっとお寿司、回転寿司行くと5000円くらい使っちゃう人間なんで、それ二2、3度行ったらもうね、完全にそれを上回っちゃいますよね。あとは、車を置いてるだけで、毎月10万、20万と出ていきますんで、まあ、そういったことを考えても、うん、なんか随分、 有利ななカードを使わせててもらってるなと思うんですよねでも私も今そこそこ有利なカードまあ手持ちのカードで言ったらそうですね3カードとかストレートとかあの辺かなと思うんですけどもそのカードももともと私豚だったわけですよね豚でペラッと開くと236810みたいなね絵札もない豚だったんですよ236810ですよ多分私そんな感じだったと思うんですですんで私は勝負を変えたんですよね 23680でも勝てる勝負をしていけばどんどん勝っていけて勝った挙句にカードチェンジも成り立っていって絵札が手に入りワンペアができてそしてそれが3カードになりみたいなことを考えてたんですよねじゃあ最初の手札は何だったのかどんな勝負をしたかっていうとセルフバックしか知らなかった私がですね取りもなさずセルフバックを覚えたわけですよそうすするとセルフバックらら知らなかった人に対しては 勝勝ててる勝負になってきたわけなんですよね。しかも私がそのカードを使ってセルフバックすら知らない人と勝負をした後でその人はセルフバックを知ることになるから今度は私と同じ立場で勝てる機会が増えるわけですよねつまり稼げる機会がでもそうは言っても私の情報を受け取るためには当時 Facebook をやってないといけなかったんですよ Facebook をやってる時点で Gmail があるキーボード操作ができる まあパソコンなりスマホがあるっていう前提条件があったわけですよねだからその前提条件すら手札に配られていない国の人たちもしくは状況の人たちにしてみればいやそのフェイスブックの情報が受け取れるだけで逆転の目ってむちゃくちゃあるじゃんってことになるんですよねだからねこの日本にいて相当なチャンスだと思いますよただ日本にいて スマホがあるっていうだけでねもうこっからいかようにも奥は稼げると思いますね奥じゃなくてもそれがね200万300万しか稼げないっていうところでもいいじゃないですかそれでもすごいと思うんでねでまさに1億円稼げないからってゼロに甘んじる必要はないと思うんですよできることをやればできることは増えていくんじゃないかなと思いますし打つ手数が少ない中で打ってきたことっていうのは 手数を全く打たずに来た人に希望やチャンスを与えるんじゃないかなと思いますけどねま日本にいてね高いとはいえ電気代を払うことができてで外食は300円とか500円でできることができて何ですかねはいあれですよね寿司ロー騒動ってあったでしょもう今やね高校生が保護者なしに寿司食いに行ける時代ですよ 私もだからガードマン時代お金なかったんで回転寿司マックス500円までって決めて行ったことがあるんですよねすごい時代ですよねちなみにその時お寿司屋さんのガードマンで行ったんですよで休憩時間に寿司食って食べた後またね勤務に戻るみたいなことしたんですけどね500円で昼飯寿司が食えるなんてすごいですよまあその時はねガリをいっぱい食べて空腹を満たしたってところありますけどね 打つ手はいかようにもあるんじゃないかなと思いますね腐ってる暇があったらやってみろって話だと思いますけどい、ね、ってらっしゃい